はい、どうも、はじめまして。またさんゲームチャンネルと申します。今回も面白いギミックのパーティーを紹介していきます。今回紹介するのは、まあ、タイトルとサムネを見ていただければわかるかなと思うんですが、ガラルヤドキングに関する特性に関するギミックと、サブ的な感じで、あとクレセリアの三日月の舞の隠された効果ということで、その2点をね、紹介していきたいと思います。相手の初手はクレセリアとディアルガ。で、今言ったそのクレセリアの三日月の舞の隠された効果というのを、まあ、聞いたときに多分皆さんパッと思い浮かべたのはシングルバトルでよくあるあの、まあ、いわゆる初手にクレセリアが出てきて、まあ、三日月の舞を使って体力が満タンのポケモンが次に出たときに三日月の舞の効果を温存して3番目に出てきたポケモンにそれを適用するみたいな、そういうところもあるんですけど、多分それをおそらく思い浮かべた方が多いんじゃないかなと思います。ですが今回はそれじゃないです。今回紹介するのはあのダブルで輝くというかダブルでしか見れない三日月の舞の仕様ですね。そちらをね紹介していきたいと思いますので、よければ最後までご覧ください。こちらは、カブブルルを引っ込めてウーラオス出し、これはおそらくミロカロス警戒で、ミロカロスじゃない、クレセリアを、早々に落とそうという動きですね。はい、ミロカラスはクレセリアに熱湯、やけど引きましたね。で、クレセリアは、トリックルーム。ウーラオスは暗黒鏡を打うクレセリア。クレセリアというポケモンはとても耐久が高いポケモンで、かつ瞑想などの積み技があって、本当に放置してると、完全にもう、どうしようもなくなってしまうポケモンなので、もう早々にねウグラオスで落とそうという感じで動いてます。で、一応ミルカラスもね保険的な感じでネットを打って、でディアルガは流星群。まあミルカラスというポケモン結構特防は高いポケモンなんですが、結構入りますね、やっぱり。まあ禁止伝説ポケモンといったところでしょうか。で、命の玉で、ここでクレセリアが三日月の舞と、クレセリアは倒れて暗黒強打がこれディアルガに行きますね。これ確定急所なのでね、確定急所と。で、次に出てくるのがヤドキング。このヤドキングというポケモンの特性は奇妙な薬といって、味方のポケモンの能力変化を元に戻すという特性ですね。で、今これ何が起こったかというと、ディアルガの先ほど打った流星群の、まあ、効果の、まあ、特効が下がってしまうという追加効果を打ち消したという感じになりますね。この奇妙な薬という特性は実はあのシングルでは、まあ、その使い道があまりない技で、味方のポケモンの能力を元に戻すなので、まあ、シングルじゃねちょっと使いようがない技となっています。ダブルだと今みたいな感じで、まあ、下がってしまった能力を元に戻してみたいなことができますね、という感じです。で、このようにヤドキングというポケモンは意外とこういう器用で、味方のポケモンのサポート回復なんかもねできるので、ダブルだと結構使われてるのかな。これ流星群3回のうち2回外したね。結構運が絡んでくるのかなと。で、ここインファイトでディアルガは急所。このディアルガは運がないですね、いろいろと。ディアルガ落ちます。で、次に出てくるのがカラマネロですね。カラマネロ。カラマネロというポケモンの特性が天の弱といって、能力の、まあ、その上昇下降が逆になるっていう特性ですね。結構まあメジャーな特性ではあるかと思いますので、多分知ってる方が多いんじゃないかなと思います。で、この天の弱という特性から繰り出されるバカ力などのね不気味な呪文、これはなんでウーラオスに効果なかったんだろう。バカ力は打った後に攻撃と防御が通常だと下がってしまうんですが、
これね、天の弱で攻撃と防御が逆に上がります。まあ、これはよくシングルとかでも、まあカラーマンデルを使う方は大体この方で使ってるのかな。でもまあ防御上がってるから結構硬くなっちゃって倒せないと、半分も入らないという状況です。フィールドとやけどの効果のなんかエフェクトの時間長いな。で、まあここはどうするのかな。カラマネロ、ああカラマネロ集中攻撃じゃないんだ。不気味な呪文でこれ攻撃しつつ減らせるんだね。なんか減らすだけかと思ってたけど、まあさすがにこれは落ちるね。でもこの段階で結構もう攻撃2段階防御2段階上がってるから、物理だともう突破するの難しいし、火力も高いしみたいな。でこのヤドキングもね、特防が高いからネットも大して入らないという、結構もうこの2体だけでもきつい感じになってますね。やけどと、あ消えたか。やけどとフィールドの効果長いなって。あ、またフィールドあるのか。ここでで、まあ、グラスメーカーをまた貼っていって、まあ、ここはウッドハンマーをカラマネロに打ってるところを見ると、やっぱカラマネロを先に落とそうという感じで動いてますね。まあ特防上がってないからネットはまあまあ入るね。でこれでミロカラスも落とされて、これカラマ、あのカラマネロが結構なんか無双モードに入ってますね。でウッドハンマーもこれもう防御3段階上がってるからね、フィールド込みのウッドハンマーもこんなもんですね。でまたここでガラルヤドキングがトリックルームで、カラマネロも多分結構鈍足の部類だから、この状況だけでも結構やばいよな。でここでランドロスが出てきますと。ここさすがにもうカラマネロをもうあと一歩で落とせるという ところなので、多分これウッドハンマーで落とせると狙ってイヴァンの実ですね。イヴァンの実でサイドチェンジで、ここちょっと見ててほしいんですけど、ここでなんとギガ月の舞が発動します。そうこれあの多分ねあれなんだよね、あの三日月の前は使ったフィールド、まあ、場所にその HP がまあ減ってるポケモンが出たっていう、これ判定なんだろうね多分ね。ヤドキングがずっと多分まあ同じ場所に座ってたから、ずっと発動せずに温存しつつ、タイミングを見てカラマネロで回復してやろうっていうギミックです。いやでもシングルのその効果温存する効果みたいなのも結構びっくりしたけど、ダブルでも似たような感じで使えるんだなっていうのがすごいこれ見てて驚いたし、普通に強いなと思いましたね。でも相手もねこれ残り2体でこっちも2体なんだけど、これさすがにこっちが有利かな。あでもトリックルームあるから不利かな。はい、というわけで今回紹介したいギミックは以上となります。
2点紹介しました。奇妙な薬という特性の効果、おそらくこれ見たこと、発動してるのが見たことある人あんまりないんじゃないかな。僕もポケモンというゲーム、このポケモン剣盾700時間やってるんですけど、初めて見ましたこの試合で。あとはこの三日月の前のそのサイドチェンジで場所入れ変わった時にも発動するよっていう、この2つのギミックね、紹介しました。はい、他にもね、こんな感じの面白いギミックの動画もたくさん上げてますので、概要欄の方からよければそれもご覧ください。はい、というわけでこちらの動画気に入っていただけたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。はい、というわけで今回の動画は以上となります。残りは、試合の模様をご覧ください。おそらくこれは勝ちでしょう。はい、というわけで勝ちましたね。はい、それではまた他の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。